菅総理大臣は民主党代表に再選されたことを受けて、党役員や閣僚人事に着手しました。女房役の仙谷官房長官は留任する見通しが強まっています。現時点では全くの白紙であります。明日にも代表経験者などを主だった方とお会いをして、それからのことは考えたいと思っております。菅総理は今日から代表経験者らと意見交換した上で、週内に党役員や閣僚の人事を決める考えです。仙谷官房長官は留任する見通しが強く、菅総理は昨日夜もその仙谷氏と人事をめぐり意見交換したものとみられます。一方、党の役員人事では枝野幹事長を交代させる方向で調整しています。後任には岡田外務大臣の名前が挙がっています。また代表選を争った小沢前幹事長について、菅総理の周辺は本人が何もやらないだろうと述べています。そのため挙党体制の実現のため、小沢氏本人ではなく小沢氏に近い議員を要職に起用する方向で検討を進めているものとみられます。